0度ですね。これ映ってるかな、これ0度。あー寒いし雪すごい。はい、うわーひどいね、これは相当降ってるよ。積もるねこれ、間違いなく積もる感じだ。こんにちは、2022年2月16日になります。今ね、別の動画で上げると思うんですけど、JR ね、越後線の上所駅っていうね駅がね新しくできるっていう話でですね、まあまだ何もなってなかったんだけど、その映像をねどんなもんかなと思って撮りに行ってきました。そしてまあ休憩時間がね、で僕はこの辺で休憩してることが結構あるんでね、まだ長いんでね、本当僕ね休憩時間にじっとしてらんないんですよ全然。なんでちょっとこの雪のね新潟市内の状況をですね撮ってこようかと思いましてですね、まあ、今これ昭和大橋ですね、昭和大橋これを渡ってリュートピアの方までね、リュートピアって新潟、市民芸術文化会館、あっちまでね行ってこようと思います。この雪の最中半端ないです、めちゃくちゃ降ってますよこれ行ってきます。あーすごいね、なんかあっという間に真っ白。朝はね雪なんか全然なかったんですけど、だんだんまあ増えてきて、これさらに積もりますねおそらくね。このまあ昭和大橋を渡ってね向こう岸に行って、僕何回も放送してるんですけど、ユートピア、そう、最初ユートピア、市民、芸術、もう口が回んね、芸術文化会館にね、行ってみようと思います。川はね、まあ、いつも通り流れてますよ。すごい寒い。やばい寒いですね、めちゃくちゃ。自転車、乗れるんですね。ものすごい天気が悪くてですね、まあ、ユートピアも霞んで見える感じですね。いつもでしたらね、こっちを見るとバンダイのね、バンダイっていうまあ繁華街のね建物が全部見えるんですけど、ホテルオークラとかも見えるんですけど、何も見えないですね。いやーすごい悪い天気。そしてこれから行くリュートピアね、あそこのね屋上庭園ですね、普段は出れるんですけど、こういったまあ好天の時はね、まあ多分閉鎖されてるかなっていうところでございますね。まあ中あったかいんでね、中でねちょっとコーヒーでも飲んで、そして戻ってこようかなと今思っているところでございます。2月16日2022年新潟市内のね、状況でございます。雪すごいですよ。2月中はねやっぱり結構降りますからね。3月に入るとかなりまあ雪も落ち着くといった感じなんですけれども、今日はまあこれまだまだ積もるかもね。結構積もればね、また去年みたいにね、帰りの家に帰る道中のね雪の状況の動画もね撮れるかなといったところ。今年はねあんまり雪がたくさん降らないからね、その動画も全然上げてないんですけれども、ね、今こんな感じでございます。川も、ああカモいました、カモがいますね。ほら不思議と白鳥は飛んでこないんですよね。白鳥この辺にいるの見たことないな。うわすごい寒い、近づいてまいりましたね。こちらねリュートピア、そして下はねまあ誰もまだ歩いてないといった感じのねところを私が今歩いて足跡をつけてですね、こんな感じ行ってみようかと思います。一番上の階ね、最上階のラウンジがありましてですね、何度か放送してるんですが、柳場亭というね美味しい食べ物も食べれるね、まあ、僕は、ね、お弁当を食べたばっかりなんでね、まあとりあえず食べ物は今日食べないんですけど、美味しいコーヒーをね飲めればいいかなと思って今向かってみようと思います。でここのイルミネーションはね多分ねもう消えたんじゃないかな、消えたというかね、夜になるとね何回か放送してるんですけど、ブルーのねイルミネーションでね彩られててとても綺麗なんですよ。でなんかこう、なんつうの天使の羽みたいなね、なんていうのかな、イルミネーションがね設置されていたんですけれども、とりあえずなくなりましたねもうね。よし行ってみましょう。この、ね、螺旋状のねスロープはまあちょっと何のためなのかいまいちわかんないですけどね、これまあできた時からありますね。エレベーターもねあるんですよね。なんでまあとてもね、素敵な建物です。能とかね歌舞伎とかね、あとまあオーケストラだとかね、まあ
普通のアーティストのコンサートなんかもやったりすることあったかもしれない ね、そんな感じです、ね、まあ、まん延防止が出てるけどもとりあえず中は入れると思うんだよね。お店はもしかしたらやってないかもしれないですけど、まあ、ちょっと中入ってね、まあ、避難ですね、避難。はい、はい、ここまで歩いてるよ、もうこれ中入るとちょっと貧縮買うね、これね、ちょっとすごすぎてね、ちょっと すごいですね。雪をね、こういう時はね、あれですよ、落として入るのが、まあ、礼儀というか、ね、礼儀ですね。すごい、すごい、こんな感じ。ちょっとこれ髪の毛はどうしようもないな。帽子かぶってこればよかったですね、帽子。失敗したね。まあ、とりあえず、中は入れますね。書いてありますね。新潟市民芸術文化会館。とても大きな素敵な建物でございますよ。とりあえず撮影禁止とかね、ない、確かないんでね、行ってみようと思います。はい。はい。おお、でかい、あったかい。ね、体温はね、どこで測ってんだこれ。カメラあそこか。まあ青いから大丈夫ですね。まあちょっとアルコールしてから行くね。アルコールしてから。はい。私のコーヒーでもやってますね。そこのコーヒーまだ飲んだことないから。このコーヒーでもいいんだけど、お客さん誰もいないね、さすがに。あったかい、すごい、そして綺麗。できたのは10年以上前か、15年前ぐらいかな。でもまだすごい綺麗で新しいですね。すごく立体的な作り。そしてイベントのね、ポスターがダーッと貼ってありますね。気になるのあるかな。ね、どれもね、行ってみるとね、意外と面白い。あ、でもここじゃないのもある。ここじゃないのもいっぱいあったのでね。三越市文化ホールだとかね、糸魚川市民会館とか、チョイス文化会館。ここのね、催しだけではないですね。てか、むしろここの催しの方が少ないかもしれないな。ね、長岡市立柴田市民文化会館とかね。ね、春風亭昇太さん来るみたいですね。なかなかここはね、来るために、僕は結構しょっちゅう来ますからね、ここはね。こうやってザザーっと見てね、回る感じ。とりあえずね、上の階に行ってみようかなと思います。いつもはスタッフの方がずらっといるんですが、あ、まだ11時になってないからいないんだね。11時からですね、インフォメーションはね。だから、まあ、柳葉亭とかももしかしたら11時からかもしれないですね。私のコーヒー店もやってたけどね。向こうが劇場。まあ、とりあえずね、これといって催しも今はねやってないかもしれないですね。中はものすごくね、あったかいですよ。とても居心地がいいでございますね。白山公園になりますね。すべて桜の木ですね。桜の時期もね、動画上げてますんでね、ぜひ過去動画見つけてみていただけるとね、とっても嬉しいです。隣がね、新潟県民会館ですね。コンサートとかね、結構大御所の、ね、アーティストの方がコンサートやるようなね、ホールでございます。上行こうか。ここね、吹き抜けになっててね、めっちゃ空違うの、天井が高い。4階ぐらいまでね、吹き抜けてる感じでございますね。人結構いるね。なんかあるんだろうね。なんかイベントがあるんだと思う。はい、ね、展望ラウンジね、行ってみます。5階は能楽堂とね、茶室、ね、4階ギャラリー、3階託児室。これね、以前にもね、放送してますんでね、今日はね、まあ、ラウンジの方に行ってね、まあ、コーヒーいただいて帰ろうかと思います。6階ですね。これね、スケルトンのね、エレベーターなんですよ。とてもね、いい雰囲気のね、こう中が見えるというか、外が見えるというか、なんて言うんだろうな、こんな感じ。めちゃくちゃ大きな建物。やっぱり11時からだから、ちょっと早かったですね。今ね、10時35分。まだちょっとね、11時まではやっぱり25分もあるから待ってらんないな。まあ、下のコーヒーハウスで飲もうかなと思ってますけど、あ、やっぱり閉鎖中。本当だったら外に出れるんだけどね、今日はやっぱり天気が悪いから出れない感じですね。こんな感じ。中はものすごいあったかい。すごい、全面ガラス張り。外が、ね、見渡せるといった感じでございますね。あ、外寒いせいかね、ちょっと曇ってるけどね、なかなかの景色でございますね。いい眺め。はい、
それが端っこ、あれがね、さっき僕が渡ってきた昭和大橋ですね。結構車の通りは多い、ね、橋でございます。寒いね、すごく。はい、びっちょびちょ僕。店の中はこんな感じですね。夕方になるとね、勉強してる学生さんがね、結構来るな、いつも必ずいますからね。まあ今日はね、今ね、午前中10時半なんでね、あんまりお客さんもいないけれども、でお店もまだやってないからね、まあとりあえず下に戻ってね、まあ、缶コーヒーにするかね、私のコーヒー店行ってみようかな、初めてのね。お腹はね空いてないから食べないけど、ちょっとねやっぱコーヒーが飲みたいかなといったところでございます。エレベーターホールからはね、陸上競技場見えますね。あれ、あ、ちょっと映んないか、ね、新潟市の陸上競技場ですね。とりあえずやってるみたいだね。何時からやってんのかな。とりあえず10時半の時点でまだやってもうやってるからね。初めて入ってみようかな。お客さん全然いないけど、ナポリタンとかもあるみたいだね。モーニングセット、サンドイッチ、コーヒー頼んで飲もうかな。エレベーターが見えてて、こっちもホールになってんだよね。めちゃくちゃ綺麗でおしゃれな、ね、スペースでございます。この一番端っこの反対向いてる席にしようかな、ね、中がこう見渡せる感じ、とても素敵なとこでございます。なんか食べてもいいかなとも思うんだけど、とりあえずホットコーヒーだけで今はね、音声入ってるから声が小さくなっちゃうね、人がいないから静かで、はい、温かいコーヒーが来ました。これでも湯気が全然立ってないな。これ温かいのかな、こんなに。まあ、いただこうと思います。美味しそうだね、体が冷えてるからね。急にいい天気になったね。晴れた晴れた。美味しかった。あ、やっぱりね、ここでもコンサートやるみたいだね。キャリーパミュパミュ来ますよ3月27日市民芸術文化会館劇場って書いてあるね。キャリーパミュパミュですね。あとはね、ほら森山良子さんなんかも来ますよ。アコースティックバージョン、これも見てみたいね。3月23日、あ、会費入会金、どういうことこれ、どういうことなんだろう。しかもこれリュートピアって書いてあるね。市民芸術文化会館って書いてあるキャリーパミュパミュのパターンとリュートピアって書いてあるパターンがあるね。これもちょっと見てみたいっていう思いがあるな。外行くの寒くてやだなと思ってたけど、ちょっとね晴れたみたいですね。こっちはねスタジオ練習室とかがねありますよ。オーケストラとかね、の練習をねよくやってるの見たことある。大きなこのコントロバスとかね、バイオリンとか、そういう管楽器とかね、そういうのを持ってねここで練習してることをね結構よく見たことがある。そして雪止みましたね。晴れた晴れた。いや、こんな最初から晴れてればね、白山公園なんかも行ってみたかったんだけど、おお、いい天気。どうしちゃったの、来た時のね、ほんと何分も経ってないんだけど、さっきまでのねものすごい剣幕の雪で僕びしょびしょに濡れたんですけど全く快晴でございます。外は真っ白ですね。このね雪降った後のこの晴れ間みたいなのってすごい好きですね。もうめちゃくちゃ気持ちがいい。
もしかしたらこれからだったら上のね、あの屋上庭園とかは開けるかもしれないね。でももう仕事に戻んなきゃですね。すごい眩しい、すっごい眩しいですね。ここまで急にどうしちゃったの、このめちゃくちゃいい天気なんだけど、あ、暑いぐらいになってきましたね。髪の毛ももうあっという間に乾いたし、結局俺さっき積もるなこれはなんて言ってたけど、結局ですね、2、3センチ 2、3センチ積もったか積もらないかですね。いやいや、思ったよりこれで終わりなのかな。めっちゃいい天気になりましたね。あー、ほらあれ、懐かしの新潟食ですよ。115系、懐かしの新潟食いた。あー、いいね。あれが一番好きかな、ね、ちょっと遠いですけど懐かしの新潟食ですね。いいね、行っちゃった。見てください、この違い。来るとき何も見えなかったバンダイの街並みが見えます。これです、さっき言ってたの、ね、バンダイの街並みがね、繁華街普通に見える。30分ぐらいしか経ってないんですけどね。うわー、こんなに違うんだ。いやー、雪が止むとね、こんなに違うんですよ。さっき何も見えなかったのに。うわー、こんな感じですね。反対側ももうくっきりくっきりですね。うわー、信じらんないこの差が、ね、雪もね、これだけカーッと晴れるともうすぐ溶けてくる感じですね。さっきまで道路真っ白だったのに。うわー、何分も経ってないんだけどね。はい、いかがだったでしょうか。白山公園、まあ、白山公園には行ってないんだけどね、リュートピア、新潟市民芸術文化会館のね新潟市民芸術文化会館めっちゃ長い、行ってみました。まあ、雪の新潟市内っていう風なタイトルで入れようと思ったんだけど、晴れちゃったですね。すごいいい天気、まあ、とても気持ちいい、すがすがしい、感じになりました。はい、私今ね、コーヒーいただきましてですね、これからまた夜7時過ぎまでですね、仕事にね、また昭和大橋を渡って向こうからね、また出発します。はいまあ今日ね、新潟市中央区、これはまあ白山公園近辺ですね。白山公園、まあリュートピアですね、こちら、このね、大きな建物ですね。来る時のあの猛烈な雪、ちゃんと取れてると思うんだけど、まあああいう状況だったんだけど、すっかりカラッと晴れました。はい、ちょっと仕事もこう晴れてると、まあ天気が悪いとね、仕事とても嫌なんだけど、晴れてるとね、まあ結構いいかな、好きかな、晴れてる時の仕事は。はい、仕事に戻ります。ご視聴ありがとうございました。新潟市内からお送りしました。バイバイ。チャンネル登録お願いします。バイバイ。